ホーム臨時出札窓口大姉妹駅は東京都足立区西新井一丁目にある東武鉄道大支線の駅。駅番号は TS51 単式ホーム一面一線を有する高架駅。なお、構造上は一面二線の島式ホームとすることも可能であるが、ホーム北側の一線分は蓋をしてホームと同一面の状態にしており、駅の規模を考えるとホーム幅は広い。 地上とホームを連絡するエレベーターや上り専用のエスカレーターが設置されており、診療所などのテナントが入居する駅ビルが併設されている。駅高下下を含めた構内には、東武バスセントラル西新井営業所が併設されている。移転前の駅は、現役の南側となる館7を越えたあたりにあり、アーチ状の出入り口が連なる往復の駅舎であった。地上駅時代は乗車ホームと降車ホームが、 分離されている、東端式の構造だった。1階2階3階路面電車や新交通システムを除くと、東京特部では希少な無人駅である。また、東武鉄道の無人駅の中では最も乗車人員が多い、自動改札機、自動券売機、自動生産機は設置されておらず、入り口にその旨が掲出されている。 当駅の乗車券発売や改札などの機能については、西新井駅構内の乗り換え通路上に、当駅発の乗車券が購入できる、券売機や連絡専用の自動改札機を設置して、処理をしている。この他に、同様の形態を取る駅としては、名鉄築港線の東、名古屋港駅や山陽本線の和田三崎駅が挙げられる。出発窓口は通常シャッターで閉鎖されている。 正月など、西新井大使の参拝客が多い時期には職員を配置して乗車券の販売を行う友人改札ブースも設置されているが、西新井駅に自動改札機が設置されているため、他客機でも使われない。2017年度の1日平均乗降人員は14,170人である。2008年に駅西方に日暮里とネリライナーが開通し、 西新井大師西駅や江北駅の開業によって利用者がそちらに移乗したこともあり、近年の上降人員はピーク時の半分程度まで減少している。近年の1日平均上降、乗車人員の推移は下表の通りである。すぐ近くに駅名の由来となっている。西新井大師がある。最寄りバス停留所は西新井大師、西新井大師前、西新井社異なる。 以下の路線バスが乗り入れ、東武バスセントラル、国際工業、東京都交通局によって運行されている、東武鉄道大支線西新井駅大島、ありがとうございます。